ローエアーは FIS スキージャンプワールドカップの一部として2017年から10日間の日程でノルウェーで行われているスキージャンプスキーフライングのトーナメントである。アルネオーブローテンによって創設された。2019年より女子部門も創設された。男子はノルウェーの4つのスキージャンプ競技場で開催される。10日間休みなしで最大で個人戦4012回。 団体戦2004回の計16回飛ぶことになる。トーナメントの総合成績は予選の成績も含まれる。賞金総額は10万ユーロで優勝者に6万ユーロ、2位が3万ユーロ、3位が1万ユーロである。女子はオスロ、リレハンメル、トロンハイムの3つのジャンプ台で最大で個人戦3戦9回の成績で競う。 賞金総額は5万5千ユーロで優勝者に3万5千ユーロ、2位が1万5千ユーロ、3位が5千ユーロである。2020年は、新型コロナウイルス感染拡大のため、トロンハイムの本戦以降が中止となり、トロンハイムの予選までの成績が採用された。2021年も収束しなかったため、全日程がキャンセルされた。予選個人戦、団体戦のすべての跳躍が、 総合成績となる。順位は以下のすべてを含んで決定する。女子は2019年現在、男子と違い団体戦は行わない。またフライングヒルのビケルスンでは試合がない。順位は以下のすべてを含んで決定する。ありがとうございます。